カードファイトヴァンガードは君自身が先導者となり味方ユニットを率いて戦う2人対戦型カードゲームです。この動画ではファイトのルールについて説明していきます。まずはカードの種類について。ヴァンガードには大きく分けて2種類のカードがあります。攻撃力や防御力を持ちフィールドに呼び出して戦えるユニットカード、作戦や魔法、アイテムの使用など多岐にわたる指令を行うオーダーカード。それぞれのカードには様々な情報が記されています。まずはユニットカードを見ていきましょう。ユニットカードは2種類あります。まずはノーマルユニット。ノーマルユニットはフィールドに呼び出して戦う基本的なユニットです。カードに描かれている4つの数字の意味を覚えましょう。グレード、カードの強さの段階を表す数字です。パワー、このカードの攻撃力を表します。バトルをする際はこの数字を参照します。シールド、このカードが仲間を守る時の防御力を表します。クリティカル、このカードが対戦相手に与えるダメージを表します。ユニットカードの中には右上にアイコンが記されているトリガーユニットがあります。トリガーユニットはフィールドに呼び出して戦うだけではなく、ファイト中のトリガーチェックで表になった時に特別な能力を発動するユニットです。次にオーダーカード。オーダーカードはパワーやシールドを持たない代わりにそれぞれが強力な能力を持っています。自分のターン中に使用するものや相手のターン中に使用するものなど、使用するタイミングや能力はカードによって様々です。デッキの準備。ファイトに使用するデッキを用意しましょう。デッキはトリガーユニット16枚を含めた50枚のカードで構築します。同じ名前のカードは4枚まで入れることができます。デッキからグレード0、グレード1、グレード2、グレード3のユニットカードを4枚選び、ライドデッキとして使用します。勝利条件。アタックとガードを繰り返し、先に対戦相手のダメージを6点にすれば勝利です。ファイトの準備。ファイトを行うプレイマットを見ていきましょう。ユニットカードを出すことのできるフィールドには3種類のサークルがあります。ヴァンガードサークル、ここに置かれたユニットをヴァンガードといい、ユニットを重ねることをライドといいます。リアガードサークル、ここに出されたユニットをリアガードといい、ユニットを呼び出すことをコールといいます。ガーディアンサークル、防御をするためにユニットをコールするときはここに出します。フィールドを囲むように山札、ライドデッキ置き場、使用したカードを置くドロップゾーン、セットオーダー置き場、ダメージを受けたときにカードを置くダメージゾーンなどがあります。先ほど用意したライドデッキからグレード0のカードをヴァンガードサークルに裏向きで置きます。ライドデッキの残りの3枚はライドデッキ置き場へ裏向きで置きます。お互いのメインデッキをシャッフルし山札置き場に置きます。対戦相手とじゃんけんをして先行後攻を決めます。勝った方が先行です。各プレイヤーは山札からカードを5枚引きます。この時一度だけ手札を入れ替えることができます。先行のプレイヤーから手札に残しておきたいカード以外を山札の一番下に戻し、戻した枚数分のカードを引き直します。引き直した場合は山札をシャッフルします。後攻のプレイヤーも同様に行います。ファイトの準備は完了。スタンドアップヴァンガードの掛け声でヴァンガードサークルに置いたカードを表にし、ファイト開始です。ヴァンガードは1ターンが6つのフェーズでできています。各フェーズを順によって説明していきましょう。スタンドフェーズ。スタンドフェーズは自分のターン開始時に行います。カードが縦向きのことをスタンド、横向きのことをレストと呼びます。自分のフィールドにレストのカードがあるなら全てスタンドします。1ターン目はレストのカードはないので何もせずにドローフェーズへ進みます。ドローフェーズ。ドローフェーズでは山札の上からカードを1枚引きます。ライドフェーズ。ライドとはヴァンガードにカードを重ねグレードをアップさせることです。ライドは1ターンに1回だけ行うことができます。手札のユニットにライドするか、または手札を1枚捨てることで事前に用意したライドデッキからフィールドに出ているヴァンガードのグレードプラス1のユニットにライドすることができます。ライドをした時、ヴァンガードの下に置かれたカードはソウルと呼ばれ、能力を発動する際のコストなどに使用できます。メインフェーズ。メインフェーズではリアガードのコールや移動、カードの能力の使用、オーダーカードの使用ができます。リアガードのコール、移動、ヴァンガードのグレード以下のユニットを好きなリアガードサークルに手札からコールできます。リアガードは同じ縦列内で前後の移動が可能です。同じ縦列で位置を入れ替えることもできます。横への移動、入れ替えはできません。バトルフェーズ。バトルフェーズでは前列のユニットで相手の前列のユニットにアタックできます。
アタックするときはユニットをレストします。アタックしたユニットのパワーがアタックされたユニットのパワー以上ならそのアタックはヒットします。ヴァンガードにヒットしたら対戦相手にダメージを与え、リアガードにヒットしたらそのリアガードをドロップゾーンへ置きます。ヴァンガードで相手のヴァンガードにアタックしましょう。ヴァンガードがアタックするときはドライブチェックを行います。ドライブチェックとは山札の上から1枚を表にしてトリガーチェックゾーンに置くことです。ここでトリガーユニットが置かれたら様々な効果が発動します。ドライブチェックで表にしたカードは手札に加わります。ドライブチェックゲット、クリティカルトリガー。クリティカルトリガーはクリティカルをプラス1する効果とパワーをプラス1万する効果を持っています。この効果はそれぞれユニット1体に与えることができます。今回はクリティカルプラス1の効果はヴァンガードに、パワープラス1万の効果はリアガードに与えます。アタックがヒットしたので対戦相手に2点ダメージを与えます。アタックがヴァンガードにヒットした時、対戦相手はダメージチェックを行います。山札の上から1枚を表にしてトリガーチェックゾーンに置きます。ここでもトリガーユニットが置かれたらトリガー効果が発動します。その後表にしたカードはダメージゾーンに置きます。ダメージチェック、1点目、トリガーはなし。表向きにしたカードをダメージゾーンに置きます。続けて2点目のダメージチェック、ゲット、ドロートリガー。ドロートリガーはカードを1枚ドローする効果とユニット1体のパワープラス1万する効果を持っています。ドロートリガーの効果で1枚ドローします。さらにヴァンガードにパワープラス1万の効果を与えます。次はリアガードで相手のヴァンガードにアタックします。アタックするユニットの後列にいるブーストの能力を持つユニットをレストすることで、後列のユニットのパワー分アタックするユニットのパワーを上げることができます。パワー2万6000でヴァンガードにアタック。ガード、アタックされた時ガードすることによって自分のユニットを守ることができます。ガードをするには手札から好きな枚数をガーディアンサークルにレストでコールします。コールしたユニットのシールドの数値分アタックされたユニットのパワーが上昇します。ヴァンガードのパワーが相手のアタックしているユニットのパワーを超えたのでガード成功です。ガードによって上昇したパワーはそのバトル中のみ有効です。そのアタックが終わったら守ったユニットのパワーは元の数値に戻り、ガーディアンサークルのユニットはドロップゾーンに置きます。このようにアタックとガードを繰り返すことで先に相手のダメージを6点にし勝利を目指しましょう。エンドフェーズ、これであなたのターンは終了、相手のターンに移ります。以上で各フェーズの説明は終了です。様々な能力、ヴァンガードのカードには様々な能力があります。まずはペルソナライド。手札のペルソナライドアイコンを持つユニットが同じ名前のカードにライドした時に発動する能力です。ペルソナライドすることでカードを1枚ドロー。さらにこのターン中前列のユニット全てのパワーをプラス1万します。続いてインターセプト。ガードする際前列にいるインターセプトアイコンを持つリアガードをガーディアンサークルに移動させることでガードすることができます。インターセプトと手札のカードを使用してのガードは同時に行うことができます。パワーが2万3000になりガード成功。アタックが終わったらガーディアンサークルのユニットはドロップゾーンへ置きます。ツインドライブ。ツインドライブの能力を持つユニットはドライブチェックを2回行うことができます。ヴァンガードでアタック、ツインドライブを持っているのでドライブチェックを2回行います。ファーストチェック、セカンドチェック、ゲット、オーバートリガー。オーバートリガーはデッキに1枚だけ入れられる強力なトリガーです。ユニット1体のパワーをプラス1億しカードを1枚ドローすることができます。ドライブチェックで表になるとさらに様々な効果が発動します。カードには能力を発動するためのコストが必要なものもあります。まずはカウンターブラスト。ダメージゾーンに置かれた表向きのカードを指定の枚数裏向きにすることで能力を発動します。続いてソウルブラスト。ソウルを指定の枚数ドロップゾーンに置くことで能力を発動します。様々な能力を使いこなしファイトを有利に進めましょう。これでヴァンガードのルール説明は終了です。自分だけのデッキでヴァンガードの世界を楽しみましょう。